皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回はですね、こちらのメガピテクス、こいつをね使っていこうかなと思っております。で、このメガピテクス、まあボスなんで通常はねテイムすることができないんですけど、召喚コマンドとあと強制テイムコマンド、こちらを駆使すればなんと通常テイムできないボスでも自分でテイムできて、しかも扱うことができるんですよ。なんで今回はですね、まあ今ちょうどねゴジラ対キングコングなんていう映画もやってますから、タイムリーなのかなと思いまして、アーク界のキングコングメガピテクスをテイムして、まあその性能面と使用感を確かめながら、まあ最後にはですねティタノサウルスとかの大物とも戦っていこうかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。よっしゃ、それじゃあ早速やっていこうか。で、今回使用する召喚コマンドは概要欄に貼ってあるリンクに飛んでもらうとね、そちらに全部載ってあるので、まあ、そちらを参考にしてみてもらえればなと思います。よし、では早速召喚していこうか。はい、出現しました。よし、これがガンマのメガピテクスかの召喚コマンド、とりあえず使ってみた。とりあえず騒がしいな。こいつら味方も出てくんのか、邪魔やんなこれ。で、まあ無敵の状態じゃないとちょっとテイムするの厳しいから、無敵の状態でここでこいつに向かってフォステイムっていう強制テイムコマンドを打てばいけんねんけど、ちょっと動きすぎやなお前。ちょっと落ち着けよ。こうか。よし、 OK、 テイムできた。この状態になるとね、ちょっと待って、乗ることができるから、ちょっと乗らしてくれよ。やべ、強え、こいつら。こいつら強え。殺さるとも強え。まあ、こういう風に、部下が出てくるから、まあ自分の敷地内ではあまり召喚することはおすすめできんなっていうデータが取れたね。こういう感じよ。で、まあ、とりあえずメガピテクスガンマ、テイムいたしました。よし、乗ろう。うわ、かっこいい。めちゃくちゃかっこよくない？強そう。なんじゃこれ。ただね、さっきちょっと戦ってて、まあダメージ見えてたと思うけど、ガンマやからかな、あんまり強くないな。とりあえずちょっと外で戦ってみるけど。なんかちょっと待って、猿おるやないか。まだ、おい、お前たくよ。さあ、とりあえずパラサウロロフスに攻撃してみるか。179ダメージ、微妙。火力全然ないな。ステータスが体力が18万。さすがに多いな。やっぱさすがにボスだけあって体力は多い。ほんでスタミナが650、重量が4240で、移動速度が 100%。 ほんでちょっと興味深いのが、レベル上がんのかな。レベルなんか経験値入ってないから上がらんかもしれんけど、まあ仮にレベルが上がったとしても、この重量と移動速度、なんかここの部分にしかプラスマークがついてないから、この部分のステータスしか上げられないっぽいな。へえ、まあボスやしな、ちょっと感じは違うよな他のやつと。おら、あ、強っ。岩投げ強え、岩投げは強え。これうわ、めっちゃ強え。1000ダメージ入ってる。これは強えわ。他になんかあるかな。特にあんまなさそうか。あ、技はなんかこの2つしかないな。まあなんかボスで戦ってる時もそんなに技使ってきてる印象ないもんな。うえいやでもこれめちゃくちゃかっこよくない？むちゃくちゃ強そうやん、見た目だけは。いや、こいつめっちゃ普通に欲しいんやけど。めちゃくちゃテイムして。はい、ほんじゃあね、ちょっとガンマだけじゃ寂しかったんで、あの、ついでにベータと、そしてアルファ、こっちもちょっと召喚してみたわ。で、まずはね、ガンマは普通にこの白い色のメガピテクス。まあ、これもかっこええなと思うんやけど、これがベータ。
なんか金色みたいになってる。なんか なんかサイヤ人みたいになってる。かっこええな。うん、いかつ顔。顔いかつすぎやろ。ほんで、これがアルファ。これは赤やからな。むちゃくちゃかっこいい、こいつも。なんじゃこりゃ。うわ、いかつ。いかつすぎやろ、こいつ。赤もむっちゃかっこいいな。ほんとや、あのメガピテクスのガンマはさ、レベル6やからさ、わかんねんけどさ、メガピテクスのベータが48で、なんかね、メガピテクスのアルファレベル24なんよな。これ結構ランダムなんやな。ステータスが、基礎値のステータスがちゃうくて、で、出てくるレベルがランダムなんかな。なんか、アルファちょっと弱いよな。ただステータスはね、体力が396,000に対してアルファは54,000あるから、まあステータスは一応アルファの方が高いんかな。だからあんまり関係ないんかもしれへんけど、なんかパッと見見たらなんかベータが一番強そうに見えるのが、なんかちょっとあんまりやなと思ってんねんけど、まあでもね、まあそんな些細な問題はまあいいでしょうと。で、アルファがね、火力どれぐらいやったかな。アルファが538ダメージ。結構強になったな。最初のガンマか。ガンマの攻撃力、ダメージが100ダメージぐらいしか入ってなかったから、めちゃくちゃ強になったな。しかも今の岩投げも最初のやつ1000やったけど2000やし。で、まあ、ベータがこの間ぐらいかな。ちょうど。っていう感じやわ。なかなかね、アルファまで行くとそこそこ強い。でもなんか敵で戦う時の方が強い気がするのは気のせいか。敵の時は強かったけど味方になったら若干弱くなるパターンかもしれへん、こいつ。まあ通常テイムできひんやつやしな。その辺はしゃあないかなと思うけど。ほんじゃあ最後にね、この3体でちょっとティタノサウルス討伐しに行ってみようか。よーし、行くぞお前ら。ゴリラたちの大行進よ。かっこええな。よし、ほんじゃあこの巨体と戦っていくか。このメガピテクスも結構でかいはずやけどな。やっぱでかいな、ティタノは。どっちがボスやか分からへんな、これ。やべえ、でかすぎやろ。よし、じゃあ戦うぞ、お前ら。行くぜ。おら、バトルスタート。うわ、勝った。いやいや、ついえ、ちょっと待って。行け、お前ら。岩投げろ、岩投げろ。おい、行け行け行け、岩投げろ。ちょっと後ろから岩投げろ。行け行け行け、おら。すげえ、相手の方がダメージ高いやけど。強すぎるこいつ。いやでも3体いれば3体いればなんとかなるやろ。ほら、しかも岩投げ結構連打できる。ただスタミナがない、スタミナがない。よし、お前らがタンクしてもらって、俺は後ろからこうやって岩を投げ続けると。どうよ。ただガンバがやばい。ガンバが死にそうなってる。ガンバがやられる。強えティタロ。やべえ、あと体力どれぐらいあんのやろ、ティタロ。やべえ、全然落ちい。強すぎる。ああ死んだ、ガンバが死んだ。やべえ、勝てるかな。一応ちょこちょこ600ダメージぐらい与えてんな。いや強ってたの、全然落ちい。なんかあの追い詰めてるように見えて、全然なんか追い詰めれてないよな、これ。確かにティータの逃げとるけど、正直確実にこっちが消耗してってる。強すぎる。あ、でももう血だらけじゃね。ティータのもさすがに血だらけや。よしよしよし、やっとや。お前逃げてんじゃん、これ逃げてんじゃん。やったや。こいつ強すぎる。全然落ちい。はい、ちょっと待て、こっち走られへんねお前。のっそのっそ言ってんもん。ほら、ただ結構岩当てやすいな。普通に
当たってんもんな、結構。はい。ちょっと待って、ワイバー来てる、ワイバー来てる。ワイバー来てる、ちょっと待って。ちょ、タイム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 。待て、待て、ワイバー、ワイバー、お前が攻撃するんだって。お前、趣旨から、趣旨が、趣旨が、ちょっと待って。乗らしてくれ。ちょっと待って、ワイバー、ワイバーどこ行った？ちょっと待って。趣旨が崩れるからやめてくれ。お前がダメージ与えて、あー、やられた！くっそ、やられた。うわ、事故った。うわ、しかもベータもやられた。ちょっと待って、どこ行った？アルファ。ちょっと待って。あ、うわ、こうなったら倒すしかない。アルファ、アルファ、アルファ。よし、行く。ほら。あ、よくもやってくれたな、お前。俺のワイバーを。いや、もう俺が悪いけど。俺が無抵抗にしてなかったのが悪いけど。いや、強え。全然落ち。あっちゃ、めっちゃ強いやんけ、こいつ。何や、これ。ほら。ほら。ほら。追い詰めたぞ、おい。追い詰めたぞ、お前よ。おい、そろそろ押してくれへんか、おい。こっち、結構多大な犠牲を払ってんねや、おい。いや、9300ダメージ。嘘やろ、こいつ。やべ、こいつ、つえ、つえ、つえ、やべ、まともにやんのきつくね。あいつらはこんなやつと戦ってたのか。いや、でも、もう落ちるから。もう落ちるから。もう血だれ、おおおおおお。血だらけやから、もう。もうマジで。マジで血だらけ。あとちょっとやから。おら。いったか！オッケー！倒した！やっと倒した！強すぎる、ティタロサウルス。ティタロサウルス、討伐完了。むちゃくちゃ強いやんけ、ティタロサウルス。メガピテクスのお前、性能紹介やったのに。お前なんか気づいたらティタノサウルスの強さ紹介しただけになってもたやないか。くそ。強すぎやろ。あいつ。いかがだったでしょうか。今回こちらのメガピテクスをまあ召喚してみて、ちょっとね、使ってみたんですけども。いやもう。最後のティタノサウルスに持ってかれたな。メガピテクスの紹介やったのに。なんやねん、しかも俺、あれあれあれ。まあ、メガピテクスはしゃーないとしても、この、俺のワイバーンが、俺の赤ワイバーンが、無残な姿になってる。なんやこれもう。いや、不注意とはいえ。いや、残骸が、奴がやった残骸がめちゃくちゃ残ってる。なんちゅう強さやねん。ただまあね、まあメガピテクス、それでもそれなりの戦闘力はあるし、でまあこのアルファに至ってはね、まあ体力50万超えという、めちゃくちゃ高い、さすがにボス。やし、しかもやっぱこの見た目、めちゃくちゃかっこいいから、なんかこういうのたまにこれで遊ぶのも楽しいかもな。うん。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またね。